コスプレラブ。せせせせせせつけいーやあ、せつけすでよ。今回からやっていくのはこのゲーム、コスプレラブ。こちらのゲーム、前に実況した VTuber メイドラムエの制作した会社の新作になります。ってことは、やっぱりエッチエッチな展開があるんでしょうね、このゲームにも。コスプレイヤーの女の子と主人公の青年が出会うことで紡がれる物語らしいです。これもなんかちょっと最終的には温かい物語になりそうやなと思いますね。やってきてまいりと思います。ここか。わかりました。では始めから始めます。お願いします。こんなこと言ってくれるんじゃ、始めるたびに。先輩、今です。歴史犯罪者の拘束を。うわあ、いきなりおっぱい出てきた。いきなりおっぱい出てきたよ。これ B ボタンとかでメッセージウィンドウ消せるね。おっぱい出てきたよ。おお、みんないきなりおっぱい出てきたよ。おい、倒れた歴史犯罪者を前に庄司は勇ましく声を上げる。時間犯罪捜査ファイルナンバー11025、西暦1864年の爆発の量、新選組が起こした生きダイヤ事件に便乗した今日に至る歴史的な要人を暗殺しようとした歴史犯罪。日本の歴史を葬ることで後々起こる世界大戦の結果を改変しようとした計画はタイムズイージスの開催策で未然に塞がれる。たとえ時間の狭間に潜もうとも私たちイージスの目からは逃げられません。おう、 DA 正式名称はタイムズイージスアルザーミッション。かっこいい。タイムトラベルで歴史の裏に潜む問題を解決しながら正していく時間保護官が活躍していた昔のアニメだ。あ、アニメね。そのヒロインであるヒイラギリースが今俺から少し離れたところにポーズを決めながら立っていた。これか、これがコスプレイヤーか。ああ、いきなりいいものを見せてもらいましたね。いきなり胸の谷間がドンってあるからね、すごいと思ったよ。おお、マジか。なんだあのクオリティ。遠目に見ているだけで、他の人たちは違うというのがわかる。あれは、第一話で出てきた衣装だよな。そっくりすぎだろ。ガチのコスプレイヤーってほんまにすごいよね。なんでそこまで自分で作れるんかなっていうレビューの人おるよね。俺、あ、コスプレのイベントといえばさ、徳島でやゆる町遊びくらいしか行ったことないけどさ、そんな田舎のイベントでもさ、すごいレビューの人おるけんな。透明ではあるが、聖地の質感や光沢といったものまで原作に従順しているように見える。シワのつき方も原作そっくりだ。こだわってるな。あれって富士をあえてシワが出るように塗っているってことだよな。どうやってあのシワを再現しているんだろうか、めちゃくちゃ気になる。すごいわ、ガンプラの制作者がさ、汚れとか土ぼこりとかまで再現するようなもんなんやな。いや待て、落ち着け。衣装は完璧に近いが同時にアラもある。衣装は細かいところまで救い込まれていてクオリティが異様に高い。しかし決めポーズに関してはいまいちな印象を受けてしまった。ああ、そうなんじゃ。なんで、ここまで衣装を細かく見えるのになんでポーズはって感じやけど、あのシワは腕の角度までちゃんと計算していなければ出せないと思う。だからポーズの練習も散々して少しでも完璧に近づけてきたんだとは思うんだが、長時間同じポーズを取り続けているのかな。腕疲れて腕が上がらなくなっているっぽい。なるほど、体力的な問題ね。多分本人がコスプレして撮影されることに不慣れなんだと思う。おお、そこまで分析できるんじゃ主人公すごいな。撮影用のポーズが少ないのか、それとも単純に別の要因があるのかまではわからないけれど、それに撮影している人たちへの対応がぎこちないため並んでいる人を上手にさばけていない。あれだと余計に撮影時間がかかるため疲労も増しているのだろう。新人さんなかな、それともそもそもプロとかではないんかな。でもやっぱり衣装の再現度はめちゃくちゃ高い。
細かいところはどうなっているんだ。そうだな、肌の質感とかさ、おっぱいの大きさとかさ、胸の柔らかさとか。メロクラシ、少しでも細かいところを確認しようと注視してみる。あい、エロス。あい、お前エロス。はい、エロス。まあ、メッセージウィンドウを俺も消すけどな。エロいな。もっと具体的な感想ないんかって思うけどね。それに尽きるよね。しかし、よく見えないが。初期の時間保護官の衣装としては胸元に輝くネックレスが印象的だけど、この距離じゃやっぱり細部では見えないな。でもあれだけ衣装にこだわっているんだし、装飾品も期待できそうな気がする。一応すでにこれだって感じた人を何人か撮影させてもらっている。もちろんその中にはこだわってた人もいたし、そうじゃない人も当然のようにいた。今回は久しぶりに参加した地元開催のイベントだ。一人でも多くのコスプレイヤーさんを資料として撮影しておきたい。何よりあれだけ気合の入った衣装を着ているんだし、どうしても期待が膨らんでくる。うん、このダイナマイトのボディに俺のあれも膨らんできてますね。今からならば撮影するチャンスもあるかな。撮影場所の最後尾は、今日は休日出勤して途中参加になってしまったため、イベントの終わりまで、あまり時間が残っていない。コスプレイヤーさんが使えてるっぽいのが気になるけど、この機会を逃さないようにしないとな。ああ。いえいえ、こちらこそ。まだ不慣れなようですけど、頑張ってください。ちょうど撮影が終わったところのようだ。順番待ちの列がなくなり、コスプレイヤーさんの周りは人もモダンになっている。これよさ、このゲームのメーカーさ、いつも立ち位がこんなにちょっと揺れゆらゆらしとう感じがさ、作り込みすごいよなって思うよな。いいモデラーさんがこの会社にはいらっしゃるって感じがする。前の前のこういうちょっと揺れようよな、いつも。おっとまずい、早く近づいて撮影のお願いしないと。ちょっと疲れてそうやな。あ、急いでコスプレイヤーさんに近づこうとしたが、会場内では走ることはできない。そのせいで完全に出遅れてしまった。間に合わなかったか。すでに撮影の街の人がいなくなっていたこともあって、コスプレイヤーさんはどこかへ歩き去ってしまった。その後ろ姿を見送り、俺は小さく息をつく。はあ、失敗したな。遠くから衣装の観察なんてしてないで、先に撮影待ちの列に並んでおけばよかったか。撮影を再開してくれるだろうか。でも時間も時間だし、戻ってくるかは微妙なところだよな。だからといって休憩に行くコスプレイヤーさんを呼び止めて撮影をお願いするのは内反だ。今回はタイミングが悪かったということで諦めるしかない。とつっちまえよ、裏の控え室にとつっちまえだよ。ぎゅー、仕方ない、気を取り直して別のところでも見て回ろうかな。ここは比較的小さなイベントや行事祭事こんな感じも読めんのか俺。催し事かなを行うための会館だ。そして今現在開かれているのは小規模な TA オンリーイベントだった。 TA タイムズアニメ、何やったっけ、タイムズイージスアロザーミッション、あ、さっきのアニメやな、とは一昔前に結構な人気を誇っていたアニメシリーズである。タイムパラドックスを起こしづらい希少な才能を持つ主人公とヒロインの時間や歴史を飛び越えての冒険活劇。しっかりとした物語が作られておりいて、涙あり笑いあり恋愛ありで男女の区別なく楽しめる内容となっている。ほー、最初は深夜帯にひっそりと放送されていたが、ゲームやコミックとメディアミックスも進んでいた知る人ぞと知る名作だ。そんなやつ作品結構あるよな。そして名作というだけあって、規模の小さなイベントでも結構な人数が参加してくる。コスプレだけが目的ってわけじゃないしな。グッズとかアクセサリーにも参考になりそうなものはあるし、そっちも見てもらうとしよう。
そういう時に大体さ、転売の対策とかしてるんだよな。あれなんかな、やっぱそのなんとかイージスとかもさ、だから購入しようとしたらさ、何かしらそのアニメにまつわるクイズがあるんかな。問題です。ヒロインのおっぱいのバストのサイズはいくつでしょうみたいな。店員、女の店員さんがさ、堂々とそれ聞いたらさ、えってなるけどさ、そんなんあるんかな。正直に言えば、まださっきのコスプレイヤーさんに後ろ髪が控えるけど、なんとかしてスラップの脱却というか、新しい着想を得られるようにしないとな。何の話？大学を卒業後、俺は小物やグッズ、アクセサリーを開発する企業に就職していた。ほう。配属先は商品開発部。そこで新商品の開発に従事しているのだが、未だに俺のデザインが採用されたことはない。ほう。休日出勤してまで多数の案を出しているのに、そのどれもがボツ。最近は仕事に対して完全に行き詰まりを感じてしまっていた。そうか。あるよね。なんか頑張っているんだけど結果に結びつかないってことさ。主人公は情熱があるんじゃわ。情熱があるんやけど、それが頑張りよるはずなんやけど、なぜかうまくいけない。あるよね。社会に出たらそういうことって結構あると思うわ。もともとものづくりにハマったきっかけがアニメや漫画のグッズの自作だったため、細工は得意としていた。しかしそれは二次創作。それもあり、造形は良くてもオリジナリティに問題があるんじゃないだろうかと最近は感じている。なるほどね。ちょっと他で見たことあるから、斬新なアイディアが欲しいって人にとってはちょっとなんかいまいちなんやな。でも TA を最初に知った頃はこんなのがあればいいなって感じのオリジナルグッズを作っていたのよな。あの頃は創作意欲が溢れんばかりにあって、次から次へとアイデアが湧いてきたのだ。だからってわけじゃないけど、スランプから脱却するために一度原点に立ち返ってみようと思ってここに来たというわけだ。なるほどな。あれだろう、評価する人がおらんかったっけじゃないか、それ。その自分でいろいろ作りよった頃はさ、自分がいいと思うものをさ作ってさ、それを世に出すだけでよかったんやけどさ、会社に入ってみたらさ、その評価する上司がおってさ、自分がつくいいと思ってるだけじゃダメっていう状況にあるけんじゃないかな。社会に出たらやっぱそういうことが多いわな。可能であればさらなるレベルアップも目指したい。はあ、本当になんとかしたいよな。やべえ、俺最近プラチナ帯で行き詰まっとるエーペックスをやりよる俺みたいな感じだった。俺もなかなかタイヤに上がれないんですよ。どうすればいいですかね皆さん。趣味が高じて、せっかく好きなことを仕事にしているのだ、ちゃんと成果も出したい。うん、そうやな。よし、時間が許す限り会場内を回るぞ。今は少しでも貪欲に他の人がこだわって作ったであろう装飾品を見て参考にしたい。俺は気を揺れ出すと一般ブースの方へと足を向けた。あー、向上心ある主人公やな。はあ、堪能した。なかなかいい刺激を受けた気がする。一般ブースに併設された小さな休憩スペースに腰を押し付け、俺はゆっくりと息を吐く。この休憩スペースってコスプレした人も入ってこられるんだよな。小さな会場のオンリーイベントだからだろうか。珍しい作りだと思うけど、見ている分には華やかで素晴らしいと思う。おいおいおい、ちょっとコスプレイヤーの人と落ち着かずになれるとかそんな感じで思ってない。おいおいおい、そんな甘いことないぞお前。ゲームの主人公でなかったらそんなこと、そんな甘いことないぞお前。あ、ゲームの主人公だこれ。もう少しでイベントも終了の時間だし、周りの人たちも帰り支度をする前の一休みって感じなのかな。どう、あまりジロジロ見るのも失礼か。俺はコスプレをしている人たちから目を離し、今度はカバンの中を覗き見る。買ったものを確認するのは家に帰ってからだな。戦利品ってやつじゃ。うん、コミケとかでよく聞く戦利品ってやつじゃ。DA のキャラをイメージしたオリジナルキャラアクセサリーなんかもあったし、早くじっくりと確認したいな。
おいおいおい、いやらしい目でまじまじと見るんじゃねえのか。スーパーソニックのフィギュアを手に入れた時の俺みたいに、いろんな角度からジロジロ見て、いろんな角度から写真撮ってツイッターで上げるか。大抵の人は TA の、映像作品に従順したものを作っていた。それはそれで勉強になるし、あれをこうしたのか的な驚きもあって楽しむことができた。やっぱりこういった装飾品などの、細工物はとてもいい。同じデザインでも作り手によって個性が出ていて、とてもいい目の保養になってくれた。よし、そろそろ帰るか。終了のアナウンスが流れれば、一気に人が動いて出入り口は混み合う。一通り見ても当たった後なので、わざわざその混むタイミングに合わせる理由はない。なんだ？ん？あー、さっきの子！さっきの子が来てくれた。ふと間近からそんな声が聞こえてきた。振り返ると、コスプレをした女性が目を丸くしながら俺を見ている。知り合いじゃないよな。イベント会場で会うような女性に知り合いなんていないし。え？実は知り合いでしてみたいなパターンあるのこれ。コスプレやけんな。意外とコスプレする前の姿と似ても似つかんときってあるんかな。でも、どうしてそんな驚いたような顔をしているんだろうか。そんなことを考えながら、何の気なしに女性の衣服へと視線を向ける。やっぱ見ちゃいますよね。そして飛び込んでくるびっくりするぐらいに完成度の高い時間奉還の初期の制服。てかやべえな。そういうなんか何かを取り締まる系の服装の制服がさ、こんな胸の谷間丸出しでええんかなって思うやけど、時間の規律は守ってもそういうセクシャルへの規律守れてないよ。おかしいよ。あ、さっきのヒイラギリースのコス、さっき撮影をお願いし損ねたリースのコスプレをした人じゃないか。遠目だったち、衣装ばっかり見ていたから顔も見てもすぐに気づけなかった。リースさんのコスプレをさせていただいておりますけど。うわ、おどおどしてる。ちょっと自分に自信のないタイプの子なんかな。実はさっき見かけて声をかけさせてもらおうと思ったんです。でも撮影をお願いする前に休憩に入られたみたいで声をかけ損ねてしまいまして、あの、よかったら衣装を見せてもらえませんか。随分と細かいところまで凝ってますよね。もしかして手作りなんですか。装飾品はどうしてます。やっぱりくたわりか。いや、見た方が早いか。見せてください。できれば脱いでもらって。何言ってんだお前。おいおいおい、質問するな。どう考えても相手どっちかって言ったら人見知りな感じだろう。そんな子に質問攻めをするな。あと最後はセクハラに当たるからやめろ。どうした、いきなりなんかナルトのキャラクターにそんな目したやつおるなっていうような感じの目になった。なんていうんだったこれを。渦巻きの面、どういうやつだったっけ。ちょっとナルト詳しいなよ。ナルトの例えで走られたけどね。うちハンマダラとかそのあたりだったっけ。なんで俺ナルトあんまり詳しくないのにナルトで例えようとしようんだろう。あー、なんかちょっとゆらゆらして、思わず語気を強めながら詰め寄る俺に驚いたのか、コスプレイヤーさんは後ずさっていた。その様子を見てふと我に返ってしまう。赤川様にこちらを警戒しているような機嫌そうな眼差しが痛いくらいに突き刺さっている。多分今俺は不審者のように思われてるんじゃないだろうか。ちょっと険しい顔になってるからな。失礼しました、つい先走りました。通報とかしないでいただけると助かります。すいませんよ。ほんまに。え、もし、もしかして、俺、ズボのチャック、降りてる？開いたまま？え、気づく？なんだろうか、もしかして、もっと失礼なことをしてしまった？いつだ、何をしてしまった？いいえ、なんでもありません。私の気のせいだったようです。おいおいおい、どう、
そんなことをしてちょっとこっちに脈ありだとか思わせてるんじゃないだろうな、お前。モテない男に勘違いしがちな男に、自分のことをアピールしてちょっと勘違いさせようとしてるんじゃないだろうな、おいおいおい。冗談はそのでかいおっぱいだけにしとけ。衣装を見せてだなんて、私自身のことはあまり興味がないんですね。ああ、お前自分自身が見られたいタイプか。お前さてはお前自分自身が興味持たれたいタイプなんか。お前だからそんなちょっとハレンチな胸の谷間を見せてるんか。エッチな女やの。ああ、めちゃくちゃ失礼なこと言ってたっぽい。すいません、興味がないとかそういうことじゃないんです。とてもお綺麗だしコスプレがお似合いだと思ってます。ありがとうございます。なにハテナつけてんだ、こっちは褒めてんのに。慌ててまくし立てた言葉に彼女は照れたようにお礼を口にする。様子を見る限りでは特別に気分を害してしまったわけではなさそうだ。そのことに胸を撫で下ろすが、これ以上ここにいるとさらに失礼なことを言ってしまいそうだ。では俺はそろそろ帰りますので。あ、待ってください。どうした、なんかお前ちょっと揺れただけで父がプルプルなってるような気がするぞ。お前随分と勢い込んでいましたけれど、もしかしてお好きなのですか。最初は別の目的でもあるのかと思いましたけど、そんな様子でもなさそうですし。それは覗き込むように目を見つめられてドキッとしてしまった。おいおい、この子意外と天然な男殺しないのかい。もしかしてたったこれだけでやりといて俺の趣味思考を悟られた。お恥ずかしながら。やっぱりそうなんですね。全然恥ずかしくなんてないですよ。飛び跳ねるたびにちょっと身胸が揺れる。いえいえ、そうは言ってもあれはなかった。まさしく変態の所業でした。そんなことありませんって。だって私だってすごく好きですから。え、恥ずかしげな彼女の言葉に思わず驚きの声を上げてしまう。待て、冷静に考えろ。これだけのコスプレ衣装を用意するぐらいだし、彼女もそっち方面に強い興味を持っている可能性がある。さっきから失礼にならない程度に衣装をチラ見しているけど、やっぱり全体的にクオリティが高いのだ。このクオリティのコスプレ衣装が市販されていると思えないため、おそらく自作しているのだろう。俺と同じようにものづくりが好きな可能性は十分に高い。なるほど、彼女は引いていたわけじゃなくて同志を見つけて驚いていたということか。なるほど、そういうことだったんですね。さてはこれ、アンジャッシュ起きてますね。すれ違いコント、アンジャッシュが起きてますね、これ。はい。だって、すごく可愛いじゃないですか。それに、ドキドキするくらい素敵で。ああ、君には驚けたねって言いたいが、何に対してのことを言ってるんだ、この子は。確かに。そう。TA の登場人物の衣装や装飾品はすごいのだ。めちゃくちゃ凝ったデザインで、それが本人たちに似合っていて、すごく独創的で、やべえな。これはサムネだろうっていうようなイラストがこんな感じで出てきてくれるからね。このポーズいいよな、ヤッホーみたいな感じでさ、ヤッホーみたいな感じでさ、手をさ、この、了解しましたみたいな。ちょっと警察官っぽい感じでね、敬礼したような感じでいいよね。いろんな時代や国を旅する話だけであって、出てくる衣装や装飾品は多国籍かつ千差万別。ちゃんと時代交渉されており、TA を学べば世界各国の風俗にまで詳しくなることができる。へぇ。俺がスランプ脱却のために TA のイベントを選んだのはそういう理由もあった。いろんなデザインを。いろんな国やいろんな時代のデザインっていうのをさ、学べるけんか。なるほど。登場する装飾品やアクセサリーが世界各国の見本市のようなものだから、より良い刺激になると思ったのだ。もちろん衣装や装飾品ばかりではなく武器の造形もかなりすごい。日本刀はもちろん神話や物語に出てくるような聖剣や魔剣でさえも登場するのだから、すごいボキャブラリー。俺も TA に登場する武器に憧れて自作してみることがあったな。
振り回して家のちょうど振り回して家の調度品を壊してしまい、親に怒られるところまでがセットなので、黒歴史でもあるんだけど。すごくいいですよね。ああ、すごくいい。思わず彼女と顔を見渡せ、うなずき合う。リスちゃん。総貯金。はい、アンジャッシュ来ました。それぞれが注目している部分が全然違いました。俺たちは同時に別々の言葉を口にし、これまた同時に間の抜けた声を漏らしていた。なるほど、この子はそのリースちゃんが好きで、それになりたいっていう願望の表れがこのコスプレなんだなと。そういう子たくさんいるよね。てかそれが基本か。めちゃくちゃ顔が熱くなってくる。彼女が口にしたのは、 TA で主人公時藤優里のパートナーを務めるメインヒロインの柊リースの名前。そのコスプレをするくらいなんだから、彼女がリース好きなのは当然のことだ。その一方、俺が言ったのは装飾品。どうやら決定的なところですれ違っていたらしい。おー、なるほどね。身につけているものか、その身につけている人の方なのか、これはだいぶ違う。これはだいぶ致命的なところが違う気がする。なんだこれ。勘違いしたりしてても恥ずかしすぎるだろ。いや俺はそっち方面の仕事してて、だからすごく好きなんですよ装飾品。だからその衣装に使われている装飾品はどうなっているのか気になってしまって。やべえ、この主人公ちょっと焦りすぎて夢の国のネズミみたいな声出し始めてる。あ、トロトロー、衣装ってめちゃくちゃ凝ってて細かいところまで作り込んでますよね。あ、完成度がとても高いのが遠目からでも分かったんで、装飾品はどうしてるかと思って気になってしまって、言ったらメニューにも作ってもらえるかもなって思ってね。あ、生地選びにもこだわってそうだし、シワの一つとってもできるだけ来た時にゲーツキに近づくようにしてるのが分かる。ありがとうございます。あそこの点にはさ、どんどんこだわって作っとんやな。そこは私もすごく苦労したところなんです。おやおやおや、ここで目を輝かせて、この子はほんまにこの作品が好きなんだな。この作品ってかこのキャラクターが好きなんだな。どうしても原作のリースちゃんに近づきたくて、何度も何度も鏡の前でポーズを取りながらシワを確認しました。なるほど、好きなキャラクターへ近づくためにはみたいな感じがあるんやな。でもリースちゃんってスタイルがいいのにすごく細身じゃないですか。おう、現実ではシワが思うように出ないんです。なるほど、そこのギャップがあるんだね。そのリースちゃんってどれぐらいの感じなんだろうね。そのスタイルがいいのに細身ってどんな感じなんだろうね。だとリースちゃんの立ち絵を見てみたいんだけどね。なので何度も修正して縫い直してまた縫い直してやって、ようやくこのシワを再現できたんですよ。すげえなあんた、そこまでやるんか。ああごめん、そんなことを言いながら俺はシワよりもね、胸の谷間ばっか注目してるわ。ごめん、シワの一つ一つだから全然気にしてないわ俺。ごめんな、恥ずかしさのあまり早くてまくしててた俺に、同じように彼女が早くて衣装の説明をしてくれる。なんだろう、言葉にはならないけど、なんとなく同行のよしみっていう感じで通じ合った気がする。それは彼女も同じなのか、そっと自分の衣装を指さして張り込むように微笑みかけてきた。その装飾品ですけど見てみます？マジですか、いいですか、いいですか。はい、装飾品に関してはいろいろ事情があってお見せするのが恥ずかしいのですけれども。え、何言ってるんですか。普通の女の子にとっては、そんな胸の谷間をバッと見せてる方が恥ずかしいと思うんですけど。あ、ここは休憩所ですし、あまり褒められたことではありません。軽くお見せするだけでよろしいですか。わ、千差万別の、ちゃうな、ね、千載一遇のチャンス。千差万別のチャンスって何やねん。違う。お願いします。やった
気になってた装飾品のチェックできる。当然だけど、触って確認するのは NG だ。女性が身につけたままの状態なので、近づけすぎるのもまずいだろう。しかしだ、離れたところから写真を撮ることに比べると、よりはっきり確認できるのは間違いない。では、その…どうぞ…父でけえな、やっぱり…ってやっぱそっちに見るんかーいって話になります。近くでこうしてみると、やっぱりクオリティが高いことがわかる。布製品、再生とかは残念ながら専門外だけど、丁寧な仕事なのはすぐにわかった。先ほども言ったように、ところどころシルエットが再生品に忠実になるようにこだわりが見られる。ただ?なるほど。ネックレスをはじめとした装飾品は原作に似た既製品を使っているだけか。はあ。イメージは壊れていない。雰囲気もそっくりなため、遠目に見る分には違和感は少ないと思う。なるほど。ただ、近くで見るとやっぱり違うのが分かってしまう。そこまでちょっと作れなかったんやな。いろいろ事情があって恥ずかしいって言ったけど、これが原因のようだ。ネックレスはイミテーションの宝石を何かの土台に当てはめた。土台はさすがに細部まで見ると原作とは異なってるな。俺だったら樹脂粘土とシルバーアクセで作るか。あれなら割と形を整えやすいよな。艶を消す方法はいくらでも。いやまで、これがリユースの初任務である幕末編の衣装と考えれば逆に消しちゃダメか。あの頃のリースは逆に衣装に着られてる感じの初々しさが欲しいから、帽子立て的なイメージを優先して新品に寄れるように逆に艶を増すようにした方が良さそうだな。でもどんだけ喋ってんやお前お前どんだけ喋ってんやお前。女の子に喋らせろ。俺は女の子と会話がしたいんじゃお前。でも幕末編でも序盤と終盤で違ってくるんだよな。ひときり現在に気づけられて、ネックレスの土台に傷がついたはず。なんだ?ひときり現在って、ね、なんだ?ルローニケンシの話してる?となると、おお、いろいろとアイデアが思いつくぞ。コスプレの衣装という縛りがあるからだろうか。自由度は低くなるのだが、その分だけ原作でのバックボーンが思い浮かんで、そこから次々とアイデアが湧き出てくるようだ。普段は制服のジャケットに隠れているマークはもう少し横幅をつけて作った方が良さそうだな。普通のワッペンだといまいちっぽいし、刺繍も厳しいか。おめっちゃ喋るやん。女の子には喋らせろって思うやけどな。リースは作中でも屈指のバストサイズだったし、自然とそこにある意見も、もう生地が引っ張られて伸びるんだよな。マジでそんなにバストサイズでかいの。今つけているい、なんて読むこれなんだけど、最初からシャープに作られてるっぽいから余計に細く見えるというか。でもそれはコスプレイヤーさん自身の胸のサイズ次第なところもあるか。でも黒子だってボインだって、黒子だって十分ボインボインやで。こんな人か、胸の谷間出して歩いていたら絶対俺目に留まるで。胸にパッドでも仕込んでかさ増しするかでもかなり印象が変わってくるだろうし。これからさらにパッドでかさ増しするの。お前世の中の貧乳全員的に回すぞお前。いっそインナーに、ほらこうなるわお前。こんだけいろいろ一人でぐちゃぐちゃ話されたらさ、あんま気分ようないでしょ。そういうことを思うわけでして、顔を赤くしつつ、あっけに捉えたように体を壊せているコスプレイヤーさん。そんな反応に次第に俺の言葉尻は小さくなってしまう。これってもしかしなくてもやってしまったよな。いつの間にか熱く語ってしまっていた。おい、オタクのいけないところ出ました。相手の聞いている、あ、間違えた相手の聞いていることを考えずビラビラ喋ってしまう癖出ました。オタクの典型的なミスです。
しかも最後は女性の胸元を凝視しながらというおまけ付きだ。やばい、恥ずかしすぎて死ねる。あ、じゃあそういうことで俺もう帰るとこだったので、時が巡るときにまた。そのセリフは、あ、アニメのキャラのセリフだった。コスプレイヤーさんが何かを言っているが、恥ずかしすぎてそのことに頭が回らない。それ以前の問題として、俺自身が捨てゼリフに何をくじ飛ばしてたのかも覚えていない。俺はただ逃げ出したい一心でその場から歩き去る。気分的には走りたいけど会場内を走ってはいけないので早歩きだ。ちゃんとそういうところを守ってる主人公は素晴らしい。はあ失敗したー。何をやってんだろうこれ。帰るか。テンパっていたとはいえ、目の前しか見えなくなる性格は直さないとな。ため息が漏れてしまう。お宅の坂とはいえ、すでに社会人なのだ。気をつけないとな。俺は重くなった気分のまま、ゆっくりと自宅へ向かうのだった。俺もそうやな。女の子のおっぱいばかり見てはいけないなと。まだ？あ、別の日か。ふぅ、今日はかなり仕事がこすったな。先日 TA のオンリーイベントに行ったからだろうか、いい感じに刺激を受けたのか、インスピレーションが湧いてきたのだ。おかげでいつもより仕事がこすってくれた。で、熱中してて残業してちゃ世話はないか。今日は帰ってから夕飯を自分で作るのも面倒だし、いつもの場所で食べていくか。この近くに女性からの人気が高いおしゃれな喫茶店がある。しかし女性向けかと思いきや、男性客もガッチリとつかむボリューム満点なメニューも豊富な店だ。そうだね、一人暮らしの俺としても重宝する場所だ。あー、ボリューム満点といえば彼女の胸もボリューミー。今日は何を食べようかな。俺はメニューを思い浮かべながら、その近くにある喫茶店へ足を向ける。あ、いい雰囲気。ん？喫茶店の席について少しして誰かに見られていることに気がついた。悪意のある視線ではないと思うけど、なんだろう、誰だ？俺もしかして、まさかタイムイージスが俺の命を狙ってきてるか？タイムイージス？よろしいでしょうか？なんか聞いたことある声。ああ、そのおっぱいの大きさ、もしかしてあなた、あの時の。え、指をかしげていると、いきなり知らない女性に声をかけてしまった。いや、違う、知り合いではないが、見たことがあると思う。多分だけど、昔はここら一帯を支配していたと思われている名士の家系である御月家かな。なんて読むんだろうこれ。そこのお嬢様じゃないだろうか、見たことある人なの。でもな、そんなお嬢様に声をかけられる心当たりがないし、遠目でしか見たことないから人違い。水木千代と申します。お話よろしいでしょうか？水木って読むよなあれ。千代さん本人だった？マジで水木家のお嬢様。え、なんで？すごいセンスと、てか頭の飾りなんなんその蝶のやつ。そんなんどこで売ってんの？いくらすんだ？もちろん俺には彼女との直接な面識はないはずだ。え、無垢、すごい小さい頃に幼馴染だったとかいう展開あります？こういうテルゲームでは割とある設定だと思うんですけど。なのにそのお嬢様が何かを言いだけでまっすぐ俺を見つめている。誰かとお間違いではないですか？大学生くらいの年齢だろう。俺よりも年下って話を聞いたことがあるので、多分間違っていないはず。でも本当に声をかけられる心当たりがない。だというのに彼女は大和なで子のようなさずまいのまま俺から視線を離してくれない。あ、これ大和なでしこか。大和なで子だったらちょっと化け物語出てくるわ。ご安心ください、人違いではありませんよ。え、何ですかこれ、ドキですか？あなたのことは
ご友人と趣味のお店にいるところをお見かけしたことがありますし。ああ、それにしてもめっちゃおっぱい大きいな。服着てもそれなんか。なんか、頑張ればさ、そのおっぱいでさ、バスケのドリブルみたいな感じでトントントンってできそうな感じがするから跳ねるな。絶対そのおっぱい跳ねるなって。られているところを拝見しましたから。めっちゃ恥ずかしいところを見られてるやんってなるよ。はあ、いつの間にどこで見られていたんだ。趣味で、でも俺に何かご用ですか。声をかけられるここところでがないのですが。もしかしてとぼけてらっしゃるのでしょうか。とぼける。え、何を。なにそのちょっとプルプル揺れてる感じ。本当に気づいていないんですか。あの時の反応も全然気づいていなかったように見えましたけど。そうですか、勘違いではなかったんですね。なぜですか。私ではなく衣装にしか興味がなかったとなりますと、嬉しいやら悲しいやら。やっぱ自分興味持たれたいってものが子なんだがい。うぬぼれているわけではありませんけど、それはそれで自信がなくなってしまいそうです。俺はわかるから安心しろ。瀬崎圭介はわかりますよ。なんでだっておっぱいのボリュームがですね、ものすごい驚かれている。美人のそんな顔も妙に絵になることが分かり、少しだけドキリとしてしまう。お前殴るぞお前。が違う、そうじゃない。気になる単語がちらほら出てくるけど、もうすごく話が食い違っているような。すいません、俺にはあなたが何を言ってるかさっぱり分からないんですけど。あなたは本当に衣装にしか興味がなかったのですね。ズバッと言うねあんた。いえ、正確には装飾品にしかでしょうけれども、確かにお話をしたことはありませんけど、何度かばったりと間近で顔を合わせたことはあるんですよ。話しただろお前。何お前、話しただろお前。仕分けるんだぞ俺には。ですから私はすぐにあなたのことに気がつけました。あなたの方もあの時は指摘しなかっただけで本当は気づいているものと思っていたのですけど。気づく？衣装や装飾品？なんだろう、少し引っかかるような気がする。衣装と言われてなんとなく、もうなんて読むか忘れたこの名前。俺最近ほんま人の名前覚える苦手でしてね、もうこの名前なんて読むか忘れたからな。なんて読むやんけガチで。物覚えの悪さに自分で自分のことを笑ってしまうわ。全身に視線を合わせてみる。この人姿勢がすごくいいよな。ぶしつけな視線を向けるのがためらえてるが、なぜだかすごい既視感がある。つい最近にもこんなことを考えたような。そう、あの時は胸元を確認するために凝視してしまって。あのそこへじっと視線を向けられますと困ります。失礼しました。顔を赤くしつつ戸惑うように後ずさり、なんとかさん何さんだったっけ。で、俺はどこを見ているんだ。大丈夫、俺は大体そこ見ているから。慌てて胸元から視線をずらし、しかし激しいまでの既視感を覚えて顔を二度見してしまう。あれ、もしかして、黒前のコスプレしてた。お恥ずかしながらそんな反応するってことは本当に気づいていなかったんですね。いやでもさ、結構顔の特徴とかまんまだったと思うけどな。なんていうか、髪型は確かに色変わっとったけどさ、髪の色は。でもさ、顔とかになんか特別化粧しとったわけではないけんさ、この人本来の味ってのはそのまま出とったと思うけどな。
何よりおっぱいの大きさはごまかしきれねえ。とぼけているのか私をからかっているのかと思いました。思わず、なんて思ったっけね、ほんま全然思い出せんねの顔を穴が開きそうなくらいまじまじと見つめてしまう。それでようやく気がついた。髪型も髪色も違うし、メイクの仕方が違っていて受ける印象がかなり違うが、確かに同じ顔をしていた。マジであの時のリースなのか。この場でその名前を呼ばないでください。千代で構いませんから。ああ、千代さんね。ははあ、とりあえず私が声をかけた理由をさせていただけたと思います。なるほど、つまりですね、俺のことが大好きなんですね。それで、その、少しお話をしませんか。どんなお話ですか。私とあなたの将来の結婚話ですか。腰を落ち着けて、あなたと話したいことがあるのですが。わかりました、よしよし、じゃあ俺の膝の上に座ってください。ああ、間違いなく先日の TA オンリーイベントのことだろう。どうしてお嬢様がコスプレしてイベント参加していたのかは知らないが、くじ止めをしたいんだろうか。わかりました、そこの席にどうぞ。ありがとうございます。わ、隣に座っちゃったな俺。おーおーおお、しずしずとお嬢様らしい動作で正面に腰を下ろす千代さん。千代さんで言えばもう、もう一定してさ、この名前で、この感じで出てきたとしても俺、千代さんって呼ぶからな、俺。彼女のための新しいドリンクを注文し、一息ついたところで、折り目正しく頭を下げてくる。先ほども名乗らせていただきましたけど、改めまして。頼みます、名字の名も読み方を忘れましたんで。水木千代と申します。水木だい？水木って読むんだね、これで。どうしても、小月って読んでしまうね、これ。これは、ご丁寧にありがとうございます。高橋、この人もなんて思うか全然わからんのよな。高橋さんだよ。高橋なんとか、東吾って読みそうだな、なんか。それで、俺にどんなご用でしょうか。先日のオンリーイベントのことだとは思いますけれど。美しい女性と同席しているだけで、妙な緊張感が込み上げてくる。いや、仕事以外ではほとんど女性と接することがなかったからさ。それに、先日のことがある。オンリーイベントで他でもない目の前の女性に暴走していろいろと語ってしまった。そのやらかしがあるため余計に緊張してしまうのだ。そうですね。まずお話をする前に一つだけ。別にかしこまった口調を使わなくてもいいですよ。いやー、無理無理ですね、それは。そんな美人の女の人を正面にして童貞の俺がそんな荒い口調を使えると思いますか？無理ですよ、無理ですよ、黒デカパイ父女。高橋さんは私よりも年上ですし、先日は途中から少しだけ砕けた口調を使っていましたよね。いや、あれはね、暴走してたんですよ。どう考えても暴走してたんですわ。そうだったっけ？なんて少しだけ考えてすぐに思い出す。熱く語っていた最中は徐々に口調が崩れていたこと。これでも俺は社会人だ。なので、できるだけ丁寧語を心がけていたわけだが。じゃあ、少しだけ崩させてもらうよ。ただ、いきなり慣れ慣れしい口調はさすがに無理なので。はい。話しやすい喋り方で構いません。ありがとう。デカパイコ。そういう、水木さん、覚えたぞ！みんな覚えたぞ、俺は。これが水木って呼ぶことはね。覚えたぞみんな。お前ら次のパート、次の動画からこれをお月さんって呼んだらね、ぶん殴ってやるからな、お前らのこと。千代で構いませんって先ほども言ったのですけど。いや、そうですね、皆さん、水木でもお月でもなく千代って呼ばないといけないらしいですって。さすがに親しいわけじゃない女性をファーストネームで呼ぶのはちょっと。呼んどけって、彼女がいいって言ってるんだから呼んどけって。それと水木さんも敬語を使ってるけど、俺も気にしないので口調崩したらどうかな。私の方はこれがいつもの話し方ですので、これが一番楽なんです。
これで崩されたらさ、いきなり開催イベントか話し入ってどうしようかな。うちはな、こういうコスプレが好みなんよみたいな、いきなりそんな話しかけ出されたらええってなるけどね。どうしようかな、関西弁とかじゃなくてさ、島根弁とかだったらどうしようかな。そうなんだ。さすがにお好き家のお嬢様、幼い頃から丁寧な口調が染みついてるんだろう。それでそろそろ俺に声をかけてきた理由を聞かせてください。コスプレをしてるってことを誰にも言われたくないなら、最初からそうつもりではなかったけれど。はい、それもあるんですけど、そのことは私とコスプレした私を同一人物と認識していなかったようですし、杞憂だったかなと思っています。ああ、むしろこう話してしまったからこそバレたところあるよね。重ね申し訳ないです。めちゃくちゃ失礼なことをした自覚はあるので、俺は素直に頭を下げた。謝らないでください。責めているわけではありませんから。じゃあ受けてくださるんですか、俺の責めを。でも水木さんは俺のことにすぐに気づいたんだよね。ええ、先ほど言いましたけど、何度か間近で顔を合わせたことがありましたから。え、顔覚えられてんの？え、脈あり？脈あり？名前も住所も知りませんでしたので。いや、知ってたら怖いわね。この喫茶店で待ち伏せさせていただきましたけど。いや、待ち伏せしてたん？怖いね。なんかそんな簡単に待ち伏せとか、男の子と待ち伏せするとかいう発想に至る、怖いね。タイミングよく声をかけてくると思ったら待ち伏せしてたのか。そんな見た目でよくやるよ。でもあのお店、ごめん、全く心当たりがないんだけど、水木さんとはどこで顔を合わせたのかな。イベント会場ではないよね。それはそのアニメショップです。アニメートだな。時々かっさりと寄っていたもので。アニメートだな、さては。ああ、そっか、確かにこの喫茶店の近くにあったっけ。コスプレしてイベントに参加するぐらいだし、アニメショップに行ったことがあっても不思議じゃない。俺も学生時代はそこそこの頻度で行っていたし、そこで顔を合わせたことがあったのか。え、そんな時のこと覚えてる？その時は他人だろ。そんな時のこと覚えとるか。それで、問題なのですけど、いいでしょうか。なんだろう。ええ、もちろん。イベント会場で会ったことの口止めではなくて、別の話なんだよね。はい。その、ですね。なんでしょう。おお、恥ずかしがっちゃって。どうした？俺にそのおっぱい揉んでくださいってかい？いいですよ、いつでも。なぜか、彼女の方が赤らんでいくのがわかる。かなり言いづらそうだが、そんな変なことを言うつもりなんだろうか。俺に何をさせようって言うんだい？やっぱり、この R18 じゃないゲームでは、口に出せないようなことなのかい？TA？ はい、タイムズイージスのオンリーイベントにいらしてたんですよね。それは、はい、確かに言ってましたが、確認を取るのをいなさるだろう。そのイベント会場で俺たちは顔を合わせていたのだから。ただそれがどうしたんだろうか。そんなことを思っていると、水木さんは恥ずかしそうにしつつもさらに言葉を続けていく。時はその装飾品はとおっしゃっていましたけども。ああ、装飾品がいいってだけで来ただけで、 TA 自体はそんなに好きじゃないかもしれないって思われたのかな。あの時も言ったけれど、アクセサリーデザイナーみたいな仕事をしているので、ついもちろん TA も台がつくぐらいの好きだけどね。最近は仕事が忙しくて少し離れていたけど、学生時代はかなりハマってたし。わーおわー、突然椅子をガタリと鳴らしながら身を乗り出してきた。やめて。
胸がだぶよ揺れてるよ。綺麗な顔がドアップで迫ってきて、俺は思わずのけぞりそうになってしまう。絶対にそうなんじゃないかって思っていました。ちょっと声がちょっと大きくなったね。装飾品と言われた時は唖然としてしまいましたけど、その後のセリフでピンときました。言ってたね、そういえば。なんだこの食いつき用は。しかも目がキラキラと輝いていて、眩しいぐらいに明るい笑顔を浮かべている。私ずっと TA 好きな人を探していたんです。あ、いえ、イベント会場にはいっぱいいましたけど、なんだか違う気がして。あ、なんか TA さ、略し、それがさ、タイムズイージスの略なんは分かっとるけどさ、違うものを略しが TA だったらどうしようかなって思うやけどな。知る人ぞ知る名作とはいえ、一般の認知度はそこまで高くありません。はいはい。そのことと合わせてコスプレにまで理解があって造形が深い方となると極端に少なくて、周りには誰もおらず。そうなんだ。そうだろうね。国民的アニメと比べてしまうと認知度が低くなってしまうのは仕方ない。それに仮想レベルならともかく、あのレベルコスプレにまで理解がある人も少ないのは当然だ。チームや装飾品を気にするということは、高橋さんはコスプレにも深い理解があるってことですよね。私が妥協して済ませてしまったネックレスを見て、すぐに改善案が出てきたその知識には脱帽しました。おう。アクセサリーだけはどうしても納得のいくものを用意できず、不本意な形になっていましたので。なるほど、ちょっと自分でも苦手なのは自覚しとんやな。私ずっと欲しかったんです。DA が好きで、コスプレにも理解のある、そんなお友達を。社会人のオタクのおっさんが、こんな美人でおっぱいが大きくて美しい女の人に欲されるという日が来てしまいました。どうしよう、走りついていけないぞ。どうしてそこでお友達が出てくるんだ。でもこの水木さんのテンションにはなんとなく共感できるものがあった。これはあれだ、何かに集中して周りが見えなくなっている時の俺と同じに見える。お宅が好きなもののことを話す時のその暴走の仕方にそっくりだ。私の知り合いって皆さんアニメにもコスプレにも興味のない方ばかりでして、ずっと一人で DA のコスプレをして楽しむだけの孤独な人生だったんです。そこで一念発起いたしまして、イベントに参加してみたのですけど、それも芳しくなく、はあ、私はコスプレを通じてお互いにお互いを高め合え、そして語り合える同好の死が欲しいのに。はあ、写真撮られてばっかりだったもんな。なんか話す機会もは設けられてない感じだったよな。ですから高橋さんめっちゃ光ってる、目がめっちゃ光ってる。俺がそこでさっきの話に繋がるわけか。だけど年下の美人からの突然の申し出に俺はただ混乱してしまう。ああ混乱してる。落ち着けね、落ち着くために君のおっぱいちょっと回って。巡りゆく時の中で再度の出会いが叶いました。いや待て、だからアニメの名台詞みたいなもの出てきましたけど、これが運命というものでしょう。はい、運命、ベートーベン出てきました。ベートーベンが出てしまったからにはちょっとこのゲームの展開ね、だいぶ重要なものになります。そのセリフはDA のアニメの序盤でメインヒロインであるリーズが再会した主人公のユキにつける言葉だ。一度目の別れの時にユキの言った時目が巡る時にまたというセリフに対しての返しで。あ、そっか、あの時に去って、主人公が去っていた時に言ったそのセリフやもんな。あー、ちょっと待った、俺この前のイベント会場で何を言った。この勇気のセリフ、まんまなことを捨てセリフとして残していなかったか。エジリッキ、TA にはまりまくった学生時代に生まれしてよく使っていた言葉だ。中二病。その場の空気当てられたせいで、おそらくつい口からもらってしまったんだと思うが。
は俺が中学の時に挽回とか挽回とか 何事もなしに言い出しちゃうだなと思うやな。何かを期待するような眼差しがビシバシ俺へと突き刺さる。なるほど、彼女が絶対に俺が TA 好きだと確信したきっかけがそのあのセリフだったわけか。とっさにできたもんな。好きでもなければあんなセリフは絶対に出てこない。これはどう返答するべきだろうか。ちなみにお友達にというお誘いを拒絶する理由は俺にはない。付き合っときなよ。彼女のことを嫌っているわけでもないし、了承自体はするつもりなのだが、乗っとけ。これがベートーベンなら是非もないか。これからよろしく頼むよ相棒。めっちゃ嬉しそう。DA のヒロインリースのセリフを引用した彼女に対して俺は勇気の言葉を借りて返答する。これはまさしく DA の序盤のワンシーンにあるやりとりだ。で、俺はこの場所で何を言ってるんだ。恥ずかしすぎる。だが水木さんは俺とは違う感想を持ったらしい。先輩。なるほど、リースって勇気のことを先輩で呼んでるんだね。一種のロールプレイが始まってる。リーズが勇気を呼ぶように目を輝かせながら俺を先輩と呼ぶ水木さん。その顔色から彼女の興奮度合いがうかがえる。やっぱり高橋さんは私の思っていた通りの方でした。その今後ともよろしくお願いいたします。あーうんよろしくとは言っても友達になって俺は何をすればいいのかな。彼女のテンションにちょっと気遅れしつつもそのことをさせてみる。なんだろうな、この子の下校時刻に校門で待ち伏せといてさ、来ちゃったみたいな感じで言えばいいんかな。今時趣味の話をするだけならばネット上にいくらでも相手がいるはずだ。わざわざイベントで出会った顔見知りでしかなかった俺に声をかける必要もないと思うのだが。そのですね、私お友達と DA のお話で盛り上がるのが夢でして。ははー、つまりオフ会的なことを焼いてみたいんだな。それにコスプレのお話をしたり一緒に衣装を作ったりするお友達も欲しくて。ちょっとわがままさんだね。先ほども言いましたようにコスプレを通じてお互いを高め合えれば最高だと思います。なるほど、それで俺に白羽の矢が立ったのか。食品について語れる方は初めてお会いしましたから。しかもすぐに改善案が出てくるくらいです。ぜひともそのお力を貸していただければと。えそのことを言われると途端に気恥ずかしくなってしまう。確かに俺のような人間とは滅多に遭遇できないだろうし、この話は俺にも悪くないと思う。コスプレを通じてお互いを高め合うってことはスランプに陥っている俺にも助けになるかもしれない。こうして俺はコスプレお嬢様とお友達になったのだった。イム、ユムを言わさずでした。でも断る理由はありません。わー、早速俺ん家に来てるパンチ。うちに呼んでる感じになってる。いきなりモテ期が到来した感じになってますよ。オタク、まだチャプター1なんこれ。まだチャプター1なんこれ。チャプター1のボリュームが強すぎませんか、オタクへ。しかし時間がここまで、ちょっと収録時間1時間になってますので、ここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回この一つの部屋の中で男女は2人っきり、これは間違いなくセック。